元モーニング娘。ごとうまきの弟で、アイドルグループ EE ジャンプ。元メンバーのゆうきことごとうゆうきさんが29日までに自身の SNS を更新し、夫婦ショットを公開した。ゆうきさんはインスタグラムで皆様本日ご報告したいことがありまして、YouTube に投稿させていただきました。たくさんいろいろなことを考えてご報告させていただけましたとコメントし、 デレヤ帽をかむってメガネをかけた妻との2ショットをアップ。そして同時に更新した YouTube にも夫婦揃って登場し、試合を見てくださった方、改めましてありがとうございましたと初キにアミャノで再配信された朝倉未来にストリートファイトで買ったら1000万円の視聴者に感謝。怪我の方も無事回復してますし、全然大丈夫でございます。 ご心配をおかけして申し訳ありませんでしたと改めて話した。また YouTube の登録者数が今月5万人を突破したことやオフ会の開催、朝倉とのコラボ企画を今後配信することも報告。現在は犬5匹、猫と生活しており、サブチャンネルの収益を動物の事前活動に役立てる意向も明かした。 コメント欄には本当に素敵なご夫婦ほっこりめちゃくちゃ理想の夫婦です。家族の時間を大切になどの声が寄せられている。